歴史ミステリーへようこそ。最近大河ドラマなどで再び脚光を浴びている織田信長、彼は本能寺で家臣だった光秀によって撃たれて亡くなったとされていますが、その信長のデスマスクがこのように存在しているのをご存知でしょうか。今まで何度かテレビなどでも紹介されたので知っている方も多いとは思いますが、今回そのデスマスクについての話をしていきたいと思います。そもそもデスマスクとは、死んだ人間の顔から石膏などで型を取って作った顔面像のことです。なきがらは見つかっていないとされる信長のデスマスクがなぜ存在するのでしょうか。その謎について検証してみましょう。まず信長の最後を確認しておきましょう。ご存知の通り、本能寺の変で亡くなってます。少数の手勢を連れて本能寺に宿泊、一方明智光秀は1万3000の手勢を率いて秀吉の援護に行くと見せかけて本能寺に向かいます。明け方に物音に気づいた信長は故障の森蘭丸に様子を見に行かせ、光秀が攻めてきたということを知ります。その報告を聞いた信長は、相手が光秀ならば逃げ場はないと悟り、是非に及ばずと言って応戦します。しかし傷を負い奥へ行き、蘭丸に火をつけさせて自害したと言われていますが、なきがらは見つからなかったという話です。デスマスクについて調べていくと、弥助という黒人の名前が浮かび上がります。彼は宣教師が日本に連れてきた奴隷でした。初めて黒人を見た信長は宣教師の方から譲り受けます。そして彼に弥助という名前をつけて自身の家臣として取り立てます。信長は弥助をボディーガードとして雇い、戦にも参加させています。本能寺の変の時も信長は弥助をそばに置いて、自害した自分の生首を本能寺から持ち出すように言ったそうです。そして弥助はその生首を持って近くの南蛮寺に預けます。さらに弥助はその足で今度は息子の信忠を助けに二条新御所へ向かいますが、捕まってしまいます。光秀は弥助の処分について聞かれると、彼は動物でも何も知らない日本人でもないと弥助を解放。その後の弥助の消息はつかめないことになりました。弥助は信長の首を実は岐阜へ持って行ってマスクを作ったのではないかと言われています。現在そのマスクは愛知県の西山自然歴史博物館に保管されています。所持している西山氏は織田信長の孫にあたる秀長の子孫です。テレビで紹介された時は織田信長の子孫で男子フィギュアスケーター織田信成さんの顔と目鼻の比較をしてほぼ一致しているという検証結果が出ました。デスマスクの顔は一般に出ている信長の顔にも似ているとも言われています。信長の亡骸は行方不明とされていることや、光秀の本能寺包囲網をかいくぐって首を持ち出せたのか、もし捕らえられて信長の首が光秀に渡るようなリスクを犯すだろうかなどの疑問は残りますが、子孫に似ていることや子孫がそれを所持していたということなどは非常に興味深い部分でもあり、信憑性もあるのではないでしょうか。